エアー吸着マット。エアー吸着マットですか。はい。どういう目的で製作されたんですか。もともとは工場の入り口ですとか、はい、そういったところに使用されている粘着マットの代わりですとか、そういうイメージで作ったのが最初ですけども、開発した当時はですね、もっとそれより、店舗の入り口ですとか、そんなところでも使えないかというイメージでも製作されたものではないです。あ、そうですか。じゃあ、もともとは、粘着用のものからですね、一応いわゆる玄関マットの代わりですとか、あ、そんなものもできないかと。動きによってこれはこの砂はですね、はい、どういうこの仕組みでもって最後ですか。押さえたとこだけ、へこみまして、そこから吸い込んでる。あ、そこから吸い込んでる。はい。ああ、感じですね。この吸い込む力っていうのは相当こだわりますよね。これはこちらの方がに吸い込んでるわけですか。そうですね。パイプでつながってまして、あちらの集中ユニットと呼ばれるものにつながってるんですね。こういうものというのは、世界で初めてとか、日本でこれ初めての発明なんですか。そうですね。もちろん特許は取ってる。特許取られてる、ね。はい。で、もともとはだからこのクリーンルームの関係からの発想だと。そうですね。エアシャワーというものを。エアシャワー、ね。うちの商品名はクリーンルームダスターという商品なんですけど。ああ、そうだ。いわゆるクリーンルーム関係でお使いいただくというのももちろん考えてはいたんです、ね。ああ、そうですか。それ以外にもああいうマットであれば店舗の入り口でも使っていただけるんじゃないかという発想で、もっとこうユーザーを広げてみようというイメージから発想したものにはなります。このお宅のこのパイオニア、風力機という会社はもともとじゃあこういうふうなトレンドの関係をスタイルでやってらっしゃる。今はそうですね、創業当時は違いますけども、はい、今はこのクリーニング関係をやらさせてもらっています。そして、納入先というのはそういうような、電子部品とか。そうですね、微細なものを作る会社ですか。はい、微細なものもそうですし、食品関係さん、医薬品メーカーさん、ありとあらゆる業種でこれは使っていただいています。あ、そうですね。そうですね。それでは、実際にですね、この、エア吸着マットのところ上をこの歩いてもらいます。砂を巻きましてどういう感じなのか。はい、じゃあ歩いてください。ゆっくり歩いてください。ああ、そうか、やっぱり靴の跡が完全なくなっていってますね。靴の跡が完全なくなって。はい、どうぞ。また結局この相当のですね、はい、風圧というか風力でもって吸ってるわけですよね。そうですね、筋力は高いですね。そのが、技術がやはり特許であると。まあそうですね。あと仕組みの方もそうですね。どういう仕組みで。それでまん丸にね。そうですね。まん丸やって。この上は、これは何ですか。これブラシ。これはブラシか。で、靴底の、溝のある靴底なんかでも、ブラシでこすっていただきます。こするわけですね。回転するじゃないですか。こういう反発力で、この溝の部分もこう、かき取るように。こういうイメージですね。こういうイメージでやってます。はい。